おはようございます。今日は、ちょっともうカレンダーちょっと取っちゃったから携帯で見るしかないんだけど、3月の7日、今11時24分です。まあまたね、引っ越しのパッキングをしていきたいと思うんですけど、結構キッチン昨日やって、冷蔵庫の中はまだ全然パンパンなんだけど、何も触ってない感じなんで、冷蔵庫の中はまあ最後でいいかなって感じなんですけど、もうフライパンとかもほぼ入れて、これちっちゃいのと大きいの1個と大きいポット1個のだけしか、残してないし、コーヒーメーカーとなんだっけこれ炊飯器は、まだ使うだろうからそのまままだ取ってあります。はい。で食器類はねまだ結構残ってて、まあでもこれぐらいか。大きいお皿、ボウル、あとちょっと深めのサラダボウルとご飯茶碗とか、このぐらいしかないですね。こっちはもうほぼないので、はいこんな感じです。タッパー系ももうこのぐらい、こういうのとあとこのぐらいしか残してなくて、あとはこの辺に使い捨てのやつが残ってるんで、まあもうちょっとさっとしたら、そうだな、まあ、残り3日ぐらいになったらもう全部片してね、全部紙皿と使い捨てのフォークとかでやりたいと思うんですけど、はいなんかなんだろうな、引っ越すまでまだ結構あるじゃん。まだ1週間以上はあるのね。まあ10日、約10日9日ぐらいあるから、ちょっと何から片付けていいのか分かんなくて、靴が結構ここに今出したんだけど、中に入ってたの出したんだけど、靴が結構あるから靴を今日は片したいし、あとはなんだろうな、あとはでもこまごましたのがやっぱりいっぱいあるので、その辺をちょっとどうにかしないといけないから、まあちょっと段ボールはまだあと4箱あって、ちっちゃいのがないからもしかしたらちっちゃい段ボール買いに行くかもしれないので、まあ、そんな予定ですね。ということで、パッキングを進めていきたいと思います。はい、ちょっとお昼ご飯作っていきたいと思います。冷蔵庫の食材を結構、冷蔵庫の食材が結構あるので作っちゃわないとね、無駄になっちゃうのも嫌だし、あんまり持っていくのもね重いから嫌なので、でこの間豚肉を買ったのね。でスライスとかそういう薄いのじゃなくて、普通になんて言うんだろう、ポークチョップっていうか結構厚めのカツ丼じゃない、とんかつぐらいの厚みのやつなんだけど、とんかつはちょっとさすがにめんどくさいから、なんかできるかなと思って、なんだろう簡単に、もうなんかよくわかんないけどバターとガーリックで炒めたら美味しいかなと思って、あとハーブのあれがあるのでガーリックバターハーブ焼きにしてソテーみたいな感じにして、ご飯とあとポテトなんだっけ、じゃがいもと、まあ、人参があったかな、しょうがないけど、まあ、なんかちょっと野菜を横に添えたいと思います。スタバに来ました。今日2時からハッピーマンデーなんちゃらってやつで、2時からアプリのリオードのメンバーの人はフラペチーノが半額だったので、で先生今日お休みっていうか、仕事の新しい仕事の関係のですね、ちょっと病院に行って健康診断みたいにしないといけないので、これから行くんですけど、その前にフラペチーノ飲もうってことで来ました。私はホワイトチョコレートモカフラペチーノで、先生はいつものキャラメルフラペチーノ、半額だったからグランデにして2個頼めました。これでね両方でね4ドルぐらいだった。病院終わりました。今日風強くて、朝からもう超大雨の雷の嵐で、で昼前くらいから超晴れてきて、でも寒くて風がまだ強いんですけど、今3時40分なんですけど、今日はこれからボックス、段ボール箱がちょっと足りないので、もうちょっと買いに行ってきます。大きいのはねまだ4個ぐらいあるから多分足りるんだけど、小さいのをお皿とか入れるやつに小さいの1つ絶対欲しいので、まあ1個だけじゃない、何個か買うかもしれないけど買っていきたいと思います。はい、お家帰ってきました。さっきローズ、スタバの後の病院の後ローズ行って、ボックスまた買ってきたんだけど、こういうのねで、掃除用品も買ったので、ちょっとねアパートを出る時に掃除しないとなんで、ちょっと見せますね。1つ目はまずこちら、これは、パイプの髪の毛とか汚れとかが詰まって水が流れなくなっちゃうことが多いんだけど、シャワーとかこっちの排水は結構小さいのかな。日本もでも髪の毛こういう風に取るやつあるじゃん。それと、ね、こっちは溶かすんだけど、これそれ用のやつ、パイプ用の溶かす液と、スクラビングバブルズのヘビーデューティーオールパーパスクレンザー。これはブリーチとかが入ってないタイプなんだけど、油汚れとか結構取れるみたいなんで買いました。これオールパーパスだからいろんなとこに使えるんだけど、はい、なのでスプレータイプですね、買いました。はい、次これかな。これはハードウッド&ラミネートのクレンザーっていうか、なんだろうね、ステインス、汚れ落とし。これもスプレータイプ。これはフロアがうちフローリングなので、とりあえず綺麗にする。たまにこうちょっとスクラッチっていうのかな、こう傷がついてたりとかちょっと汚れてるところもあるので一応買いました。これは今だけじゃなくて新しいアパートでも使えるので、全部そうなんだけど、はい。であとはカウンターの、これは何ていうの、この大理石みたいな感じ、こういう柄のカウンタートップなんですよ。ガラスっていうか石みたいな。それのクレンザーとポリッシュが一緒になってるやつ。これはちょっと使ったことないんだけど、これもね新しいアパートでも使えるし買ってみました。これはこういう感じのスプレータイプなんで、ちょっとねどういう感じかわかんないけど、多分磨くタイプのやつですね。はい。でこれね$1.50だったんだっけ、グレードのクリーンリネンのカーペットクリーナー。カーペットクリーナーはカーペットの上にこういう、これ粉なんだけどベビーパウダーみたいな、ちょっと見えないと思うけど、こういう感じで粉が出てくるのね。でカーペットにサササササって全体的にかけて、ちょっとしてから掃除機で吸い取ると汚れが取れて、汚れっつってもなんかこうステインみたいな、シミみたいな汚れは取れないけど、簡単なホコリとかが巻きついて取れて、匂いがねこれすごいいいんだけど匂いも取れて、ペットとか飼ってる人とか特にいいと思うんだけど、はい。これ$1.50だったんで買いました。これも今結構大量に入ってるんだけど、結構1回で使うのね。でうち、ベッドルームがカーペットなんだけど、ベッドルームにとりあえず使えるのと、あと新しいアパートのベッドルームとかが結構カーペットのところが何個かあるので、リビングもカーペットかな、なので、はい。これもね、別に今だけじゃなくてこれから使えるので買いました。安かったし、はい。で最後に一応グローブ、手袋買いました。すごく飛んじゃってるけど、普通にゴム手袋買いました。これはポリエステルのタイプかな、違う、ビニールって書いてあるけど使い捨てのやつで、はい、10枚入りで$1.29だからちょっと高かったけど、100均行くのもめんどくさいし50セントぐらいしか変わらないので買いました。はい、以上です。ということで、これからパッキングしつつ、ちょっともう掃除を始めようかなと思って、ごめんなさい、もう1個あった、これだ。これはなんだっけ、スポンジのこのなんていうの、こういうの洗うっていうか、こうこする用のスポンジっていうか、結構目の粗い繊維っていうか、なんていうんだろうね、スポンジの反対側の部分、柔らかくない部分、結構硬めのけど硬くないやつ買いました。硬すぎないやつ、ノンスクラッチってタイプ、はい、買いました。これ3枚入りで出たので、一応キッチンとかの掃除に使えるかなと思って買いました。はい、ということで、まだちょっとあるんだけど、少しずつ掃除して、最後の日に全部やるのがめんどくさいというか大変なので、ちょっとずつやって、毎日ちょっとずつ掃除していこうかなと思うので、早速始めていきたいと思います。もうめっちゃ疲れた。帰ってきてずっとやってて、パッキングをで、今ランドリー戻ってきたんで、時間何時かな、多分10時過ぎだと思うんだけど、11時ぐらいかな。もうちなみにこんな感じ、借りるトレーラーのサイズを想定して、どういう風にちょっと積み上げようかみたいな感じでやってるので、とりあえずスーツケースに私の洋服と、ごちゃごちゃしたものを入れて、あとはボックスが何個かあるんで、あと家具もねこういう感じで全部ばらしてフラットにしました。はい、まだまだ結構あるんで、そうだね、あと多分 30% ぐらいはあるかな。あと1週間ちょいあるから、とりあえず今週中にゆっくりやって、もう今週末で終わらせたいのね。あと来週は本当にもう片付けとかしたくないから、やっても洗濯ぐらいにしたいので、あとはテレビとかは最後に片付けるけど、はい、なんでとりあえず明日からもねまた引き続きやっていきたいと思います。はい、それでは今日の Vlog はこの辺で終わりたいと思います。それではまた明日の Vlog でお会いしましょう。バイバーイ。